お疲れちゃんです。ラットです。ということでね、今回はサバアカドをやっていきたいと思います。で、もう本当にこれ一つめちゃくちゃ大事なことなんですけど、やっちゃいました。マジで恥ずかしい。本当に恥ずかしいんですけど、これ、名前の、ちょっとスペル綴りこの、ミラーの、ね、RRAR の A がやっちゃってたみたいで、これが本当は O らしくてですね、マジで。シンプルに5時、まあ、ミスですね。本当にマジで恥ずかしい。マジでやった。本当に、事故。しかも、解明権を使ってこれなんで、もう解明できないんですよ。だから、このままね、ちょっと、恥ずかしい名前で、はい、このやっていきたいと思います。いや、マジでその、名前をちゃんとミラーウィンブスにするって決めて、ちゃんとね、ネットでミラーってわざわざ調べて、綴りをちゃんと見て、打ち込んだんですよ。ネットが悪い。か、っていうか、まあ僕のね、ただの本当にミスなんですけど、本当に僕がバカなだけでした。っていうことで、やっちゃいましたっていう報告です。本当にやっちゃいましたっていうのでね、まあやっていくんですけど、もうサブアカでまだ今1000とかなんで、正直、多分ほぼためにならない。まだ2000とか3000ぐらいまでいけば、まあね。ちょっとずつそのいい感じになってくるかもしれないですけど、今はなんかもう本当にただの弱い者いじめにする動画になっちゃうんで、まあ、バトルはやりつつ、まあ、僕はあんま喋るとかできない、あんま喋るないんですけど、まあ、雑談的なのをね、まあ、メインでやっていけたらなと思いますね。まあ2,3,000いくまでは、はい。ってことで今日は何を喋ろうかなと思いつつなんですけど、意外と雑談ってむずいんですよね。雑談ってそうなんで、最近今僕がハマってることでもなんだろう、まあ最近、まあ、僕はですね、漫画を見ることにハマってるというか、僕もともと漫画を見るのがめちゃくちゃ好きなんですよ。なんかちょっと暇な時間があれば漫画見るみたいな感じで、めちゃくちゃ漫画見るの好きで、と携帯に漫画アプリが今10個入ってるんですけど、もうその寝る前にですね、その その漫画を見るのが大好きなんですよ。その夜12時、今日付変わるとその瞬間になんか次の話がね更新されるんですよ。1話ずつ新しい話がね出るんでね、もうそれを見て寝るっていうのが僕めちゃくちゃ好きなんですよね。っていうので、もう毎日の楽しみっていうぐらいですね。もう寝る前の漫画を見るっていうのに今はハマってますかね。とかで、まあ何の漫画見るかな。僕は結構意外と何ていうんですかね、事件系なんか推理な感じのやつが僕は結構好きですね。とかはあとは何な、まあそういう事件系マジで大好きですね。はい、まあ、詳しい漫画はな、何だろう、詳しくは何だろうな、何言っていいのかな、これ何が好きとか、待って、やばい、そんなこと言ってるとやばい、詳しく言うと、何の漫画が好きかな。あ、ですね、今ですね、言っていいよね、多分大丈夫と、あれだ、サチ色のワンルームっていう漫画がですね、今僕の中で、はい、ハマってます。はい、え？は？サチ色？うん？何で？ワンルーム？みんな思わないかもしれないですけど、はい。サチ色のワンルームっていう漫画ですね。マジで、僕は今、それにハマってます。まあ、調べてください。気になった方はね、はい、調べてください。もうぜひ、買ってみてください。はい。っていうので、とりあえず漫画が大好きで、もうクラロは今日もメンテあったんですけど、メンテになった瞬間に、はい、漫画アプリ速攻開いて
漫画見てましたっていうぐらい、まあ、漫画好きですね。なんでもう漫画好きな人と語りたいですね。でそう、僕あの岡山が実家だったんで、今千葉の方に上京しているんですけど、こっちで初めて前、本当に2ヶ月ぐらい前かな、1ヶ月ぐらい前かな、まあ、漫画喫茶行ったんですけど、めちゃくちゃいいですね。初めて行ったんですよ、その満喫っていうのに。もう行きたくて行きたくてしょうがなくて、初めて行ってめっちゃいい、本当にめっちゃいい。もうなんかね、そこら中にたくさん本があって、なんか意外と種類とかあんまないのかなと思ってたんですけど、しっかりやりました。しっかりたくさん、もうね、本当にもう漫画好きな人には超おすすめ。もう行ったことないって方はぜひ行ってほしいですね。なんか僕も行くのちょっと戸惑ってたんですよ。なんか意外と初めての場所って行きにくいんですよね。なんかどういう感じでにしてたらいいのかとかわからないから、わからないんで結構行きにくいんですけど、もうそこはもう行ってほしい、行ってほしい、行ってみてください。漫画好きな方はぜひ、めちゃくちゃいいですから、ハマります、ハマります。なんで、はい、まあ僕は漫画が大好きですっていうことで語りたいですね、漫画好きな方と。あの焼き鳥いるじゃないですか、あのね、あの焼き鳥です、はい、あのクララリーグの相方の焼き鳥も漫画なんか好きでよく話すんですけど、意外とまあちょっと同じのを見てるっちゃ見てるんですけど、僕がこれめっちゃいいのよなって言っても、うんみたいな、何それみたいな感じで、ちょっとね、彼ではちょっと話が合わないんでね、本当にどうぞ、もうめちゃくちゃ語りたいですね、漫画についてっていうぐらい、はい、漫画が好きです、はい、っていうところを話してると、ワンチャン2連敗みたいな、なんかやばくね、相手がなんか強いんですけど、さあさあ、まあまあまあ、ちゃんと勝ちます、ちゃんと勝ちますっていうので、他はな、他だと僕は最近は何してるかな、あー、まあマイブームとかっていうわけじゃないですけど、まあ最近はちょっとあれですね、ちょっと料理をですね、するのにハマってるというか、まあ料理をするのが楽しいって思いますね、今。なんかあの、そう、一人暮らししてるんで、ご飯とかを、まあ、まあ基本自炊はするようにしてて、でも本当にもともと料理とか全くできなかったんで、学生の頃も全然してなかったし、何もできなかった本当に、ああ、何ができるかな、もう焼きそばとか、本当にチャーハンとかはもう全然できるんですけど、本当にそれぐらいしか、まあ、言ったらできなくて、けどと、なんかやっぱいろんなものを結構こういうのがいいよとか、なんか焼きうどんがいいよみたいなとか、なんかこういうのがいいよって言って聞いていろいろ作ったりするんですけど、最近ね、とパスタもめちゃくちゃ美味しいパスタを発見しました。とツナ、塩昆布ツナパスタみたいな、なんかツナと塩昆布 と絡めたパスタみたいなやつで、なんかまあ聞いただけだと、うん、なんか微妙そうって思うかもしれないですけど、これがねめちゃくちゃ美味しい、本当に。なんて言ったらいいんだろうな、本当にそのまんま、缶のシーチキン、まあツナあるじゃないですか、あれに、まあ、一人前だったらあれ一つに適当に、塩昆布はまあ普通にもう自分が食いたい量というか、まあいい感じにね、はい、そこは適当でいいんで、ツナ缶一つ、塩昆布は適量で、あと醤油を大さじ1いかないぐらいか、もう大さじ1ぐらい、まあ一人前でちょっと濃いめがいいなって方は、まあ醤油大さじ1とかかな、大さじ1もなくてもいいかもしれないですけど、ぐらい
をただ茹でたパスタに絡めるだけですね。本当にパスタ茹でて、それをボウルに移して茹でたやつを、でツナ缶、塩昆布、醤油でただこうもう絡めるだけで、めちゃくちゃうまいパスタできます。マジで本当に今はこれ持ってはないですけど、本当にもうね3日に1回ぐらいは食べてますね。そう、 楽ですし美味しいんですよ。だから僕は今気に入ってますね。だから塩昆布が好きとかツナ好きとかパスタめっちゃ好きなんですよねとか、まあ、ちょっと食べてみたいなみたいな思ったら、もう母さんにでも頼んで、ちょっとこれなんかラットが変なパスタこんなんよみたいな感じでマジで作ってもらってください。それかまあ自分でぜひ空いてる時間あればちょっとだけ作ってみてください。マジでハマるんで、めっちゃ美味しいです。めっちゃ美味しいですし、楽なんでね、作るのもぜひ食べてほしいですね。よいしょっていうぐらいかな。まあ料理は他にはね意外とできないんですよね、マジで。そう、料理うまくなりたいです。うまくなりたい。なんか普通に、うん、洗い物めちゃくちゃだるいです。洗い物めちゃくちゃだるいんですけど、もうそこはねちょっとマミーに頼んで、ちょっと作るだけ作って洗い物はマミーにしてもらったらそれでいいんだよね。皆さんマジで一回作ってみてくださいっていうところでさあ、今何戦したっけ。はい、これ実は普通にやってるんですけど、最初の1戦目負けたんですよね。実はまあバレてないか。そう、負けちゃったんですよね。よいしょ、もう後ろからしっかりジャイダクネ、ミニペ、まあ、あと普通にねちょっと回転、あはー早めで、もう後ろからこうしっかり組み立ててあげれば基本は突破できるはずなんですけど、 OK OK やっちゃれ OK よいしょ OK、 これを繰り返せばまあ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 勝てますね。初めはしっかりね、何もクララのこと話してなかった。やばい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 、よいしょポイント、しっかり形を作ってあげることを、まあ、意識してればいいですね。で、スケルトン部隊が結構多いって思われてる方は、僕も今これめっちゃいるんですけど、毎回スケルトン部隊いるんですけど、なんでしたら矢の飴を入れるのをおすすめしますね。なんで僕もちょいとデッキをそろそろ変えようかなと思いつつ、矢の飴を入れたい、矢の飴を入れたい。あと101、まあ、ネクロでなんとかなんとかギリ耐えてますね今。よいしょ、よし、勝った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 、うん、っていうので、さあ本日参戦やったかな。そう、一つ考えてることが、ちょっと最近ちょっと YouTube 撮るのが結構楽しく、まあ普通に前からも、まあ、楽しかったんですけど、最近よりなんか、ね、楽しくなってきて、なんかよく YouTuber がやってるじゃないですか、質問コーナーみたいな感じの、まあ僕もやってみようかなと思いつつ、けどなんかそんなやる意味もないかなみたいなも思いつつ、ちょっとやってみようかなとも思いつつみたいなところであるんで、 YouTube でちょっと質問コーナーやってほしいですみたいなのあれば、ちょっと書いていただけたらやろうかなとも思ってるんで、ぜひぜひ、はい、そういったコメントをいただけたら嬉しいなと思いますっていうところで、今日はねちょっと、はい、4000ぐらいやってるわ、やば。はいはい、まあまあまあね、うん、いろいろ喋りましたと、さというところで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではバイバイ。